どうもお疲れ様ですチャートを記入したシートありがとうございます、えー、まずはねポイントとしてはイリエト波動が完成してまあ、上昇の方に向かうんじゃないかなってことですけども ここでエリオット波動が完成するとですね、結構強い上昇が起きると思いますね。で、えっ、ー、と、エリオット波動も原因の一つなんですけども、その他の原因もあって、ここはね、上昇に強く向かうんではないかなって、そんな週になると私は思ってますね。えー、その週をどういう風に位置づけるかっていうのが、月曜日、火曜日で強く決まると思いますんでね、やっぱ何が起こるかはわからないんですが、まあでも、月曜日、火曜日で、とりあえず上昇に向かう、そのね、 石づができれば1週間は上昇に向かう可能性がさらに高まるということで月曜日、火曜日にもしね上昇に向かうような予兆が外れるとこれはもしかしたら下落に向かうかもしれないなということで月曜日、そして火曜日がすごく重要な2日間になるんじゃないかなと19週目は見ていますね。 で、ここに書いてますように、エリオット波動第1波の50%戻しで、えー、反転上昇って書いてますけども、まあ、これもね、理由の一つになると思います。あの、ここをね、よく見ていきたいなっていうところと、えー、第3波が発生して、戻り高値を上抜ける。戻り高値をね、私は上抜けると思うんですけどもね、うん、まあ、上抜けてほしいなと思います。えー、というのがね、やっぱこう、黒で書きますけども、あの、原因はいろいろあるとしても、 下落していった後で、ここで転換が起きてるわけなんですよ。その転換っていうのと、プラス、こちらの方でも、まあ、一体ね、底根が来てますから、底根と同じところで、ここがね、ぶつかってますんで、ここからさらに下落する可能性ってのは非常に低いんじゃないかなと。そこに、エリオット的な、まあ、エリオット的なってあえて言いますけどね。エリオットハード100%ではないんですけども、エリオットハードにすごく近い形のやつが、ここにありますんでね。これ、本当にこれからエリオットハードを完成で、戻り高値を抜けたりとか、エリオットハードの、 てっぺんを抜けたりととかするともうこれは強い上昇が起きるんじゃないかなというふうに期待しているところですね、うんまあ、でもあの、それと同時にですよ、これがそうならずに、下落の可能性もゼロではないわけですよね、常にゼロではないんですよ、でそっちの方も、あおかしいなと、上昇のサインがいっぱい出てたのに、下落してるじゃないかって取り乱さないように、いや、そこまで予測していても、そうならないときもあるんだよっていうような覚悟もいるかなと思います。 で、えー、下落方向にエントリーすることもありますんでその時はしっかりとレンジのね、上帝過程を見ていくってことが大事になってきますよね、FX の厄介なところって、どれだけ確率が高くても100%こうなるよっていうふうに言えないところなんですよね、高い確率でこうなるけども、原因は分かるけども、逆の方向に動いたよねっていつもあるわけなんですよ、まあ、原因がないわけじゃないんですけども、テクニカル理論では説明できない原因がそこに起きるってことなんですよね、それがだから、小さなファンダメンタルの影響かもしれません。 で、ファンダメンタルっていうのは結局、あの、人の心理を直接動かすような情報とか、それから経済の動きとかっていうやつですから、強制的に、あの、テクニカルをね、ぶち壊して、えー、動きを変えられちゃうやつなんですよね。だから、たちが悪いわけなんですよ。まあ、これ以上話すと、本当雑談になっちゃいますんで、この辺にしときますね。シートの方、ありがとうございました。で、2枚目見ていきましょうか。ついついね、FX の話するとね、熱くなってね、脱線しまくりなんで、すいません、その辺は。数字もちゃんと入ってますね。 うん、これ戻り高値を更新して上昇していますんで上の方に行くと思いますよで青で、えー、2つのね線が引いてありますちょっと私が黒で補足するとここに上の価格があってね下にここのプライスがあってこの2つにあの挟まれたかなり面白い、えー、これねレンジじゃないんですけども位置をここに示しているかなと思います この中で寝動きはどういう風に動いていくのかってことは非常にね、私も面白くって、えー、この赤で書いてあるところもまさにね、ここをもう私なりにレンジンレンジみたいな感覚で見てるところなんですよ。ああ、早くここを上抜けてくれないかなと思ってるんですけどね。<laughs> で、それがね、月曜日のうちにこれが起きるのか、それともね、月曜日から水曜日ぐらいかけてゆっくりとそうなるのかっていう風な、その、ローソク足の育ち方のペースってのも、これもまたね、 どのぐらいの時間をかけてそうなるのかっていうのもあの予測を難しくさせる要因なんですよ確かにこのフォーメーションっていうのは当てになるんですけどもただこれがですね今までのペースで動いてくれるのかそれともこれからのペースはちょっとそれとはね趣を変えてゆっくりなのかそれとも急速に起きるのかってことはこのチャートのね、えー、形成されるその速度っていうのはねロウソク足の育つ速度っていうのはこれもまだね分からないですからね。 うん、まあですんで少なくとも1時間軸で勝負する場合は34時間に1回ぐらい見てあのチャートの変化っていうののねあの育ち方のスピードこれもちょっと身につけていかないといけないかなと思いますねだからあの日々見ることって大事なんですよしばらく34日見てないともう本当にねチャートがどういうふうにどのペースで動いてるのかってことがもうすぐには分かんなくなっちゃいますんでねまあでも本当ここお あの頂点として下の頂点として流れが大きく変わるんじゃないですかこう転換してこっちから上に行くんじゃないですか、うん、まさかねここを割ってねここ終割ってさらに下に行くってことちょっと考えにくいですね、うん、ということで上昇に向かう一週間だと思いますこれは浜崎さんがね言われてることも込みでなんですけどもね、うん、非常にいい分析されてますね「少レンジ下落を下抜けする下落」うん、これ ここね、一旦下落が起きても持ち直してもう一回上がってくるんじゃないかなとまで考えちゃいますね。うん、はい、ありがとうございます。もうね、眺めてるとなんか、至福の時ですよね。こうやってチャートを眺めていると。ちょっと大きくしましょうか。はい、あ、これはね、さらに丁寧に書いてるやつですね。三尊。三尊は逆三尊ですか、これ。うん、逆三尊ね。 逆三尊とまあ言えなくもないかなこれは、まあ、形は逆三尊になってますね、うん、ただまあ逆三尊であるんですけどもちょっと余計なことまた申し上げますけどもねこの辺りのそのチャートのねこのギザギザの上下の幅ってあるじゃないですかこれと大体同じぐらいの幅でここも作られてますよね逆三尊もこの場合っていうのはその三尊の威力がそこまであの発揮できないんですよ それでも逆三尊は逆三尊ではあると思うんですけどね。で、その後は結局同じぐらいの大きさでギザギザが進んでいくんですよね。じゃあどういったあの三尊もしくは逆三尊が極端にあの例動きを加速させるかっていうとね。まあこれも全部ではないですけども基本的にはギザギザの幅がちっちゃくってこう登ってきてるやつ。ちっちゃいんで書かないですけども。ちっちゃくて登ってきて、で、ここで大きめの山を作り出した。大きめの山を作り出した。おーっと山が大きくなってきくぞ。あれちっちゃくなった。しかも 高値更新しなくなったなっていう3尊はネックラインを超えるとドカーンと落ちる可能性があるんですよだからそこそこギザギザの形が大きいとね同じような形を作るにしてもこのメカニズムっていうのはまさにねこちらの抵抗体と同じだよってことで、えー、説明がつくんですけどね はい、えー。今回もね、シートを送っていただきまして、ありがとうございました。あの、メールが2つ来てたんでね、1通返信して、もう1通が重複したのかなと思ったんですけども、添付ファイルがありましたね。本当ありがとうございます。朝のライブ放送も、またご覧いただきたいと思いますんで、いろんな楽しい話題で盛り上がっていきましょう。えー、それでは、お疲れ様です。